ナハハーリーハリュ流、ハーリーは、毎年旧暦5月4日に、沖縄県各地の漁港で行われる競争と、その祭りである。船を漕ぎ競い合うことで、航海の安全や豊漁を祈願する。ナハハーリーでは、竜頭、竜尾を備えた大型の波流船が用いられるが、他のハーリーのほとんどでは装飾したサバニが用いられる。糸満では、ハーレーと呼ぶ。基本的には、 航海の安全や、放浪を祈願する五岸を趣旨とした海の神事であるため、伝統に則り、旧暦の5月4日に行うが、近年では、ハーリーシーズンの日曜日や祝祭日、ゴールデンウィークなどにずらして模様し、観光化する地域もある。また、奄美群島各地でも、同種の競争が行われており、徳之島や与論島では、ハーレーと呼ばれている。ハーリーは、 派流の中国語読みとされる。一方、糸満でのハーレーという名称について、糸満市では古くから小舟を並走させて競争する船原市のことをハレと呼んでいたことや、1711年に成立した琉球の古語辞典、根高研修でハレという語をそうということはしれを中略なりと説明していることを指摘している。ハーリーの起源について、 琉球王国の歴史書、九尾は次の3節を挙げている。ありがとうございます。